私たちの通うハーバード大学、創立は1630年代、アメリカの建国よりも長い歴史を持っています。世界の中枢を担う頭脳を送り出してきた大学です。ここで論じられる政治、経済、哲学の理論はアメリカのみならず世界全体にも強い影響力を持ち、数多くのリーダーを生み出してきました。毎回1000人を超す学生が詰めかける人気の授業がサンデル教授の政治哲学の講義です。これまで非公開とされてきたハーバードの授業がメディアに登場するのは初めてのことです。マイケル・サンデルです。毎回2コマの講義を通じて日常の誰にでも起こりうることの中から考え議論を深めていきます。そこから浮かび上がってくるのはジャスティス、正義とは何か、公正とはどういうことかです。今回はその第7回、最高の道徳を追求するカントはどんな場合にも嘘をつくことを認めませんでした。果たしてそれは可能なのか。そして現代社会では不可欠の契約という行為についても考えていきましょう。前回の講義はカントの道徳理論を一通り見ていくことから始めた。さて、人倫の政治上学の基礎付けで述べられているカントの道徳理論を理解するには3つの質問に答えられることが必要だ。義務と自立とはどうやったら両立できるのか。義務に応えるということにおける重要な尊厳とは何か。義務と自立という2つの観念は一見対立しているように見える。これに対するカントの答えは何か、誰かに説明してもらいたい。カントには答えがあるのかどうか。君、カントの考えでは人間が自律的に行動していると言えるのは義務という名のもとに何かを追求しているときだけ、自分の個人的な利益のためではなく義務のために何か良い道徳的な行為をしているときだけだからです。その行為はなぜ、名前はマットです。その行為はなぜ自由から生じたと言えるのか。道徳法則を受け入れることを自分で選んでいるからです。強制されたのではなく。よろしい。義務から生じた行動が乗っ取っている道徳法則は自分で自分に課したものだから、自分で自分に課したものだから、それが義務と自由を両立可能にする。はい、よろしい。その通り。それがカントの答えだ。ありがとう。カントは私は法に従っているから私には尊厳がある、そうは考えない。いや、むしろまさにその法に関しては私が創作者なのだ。そして私がその法に服している理由は私がその法を引き受けたから。マットの言葉で言えば自分で自分に課したものだからだ。私がその法を望んだからなのだ。それがカントにとって義務に従って行動することと自由に行動することが自立という意味において同じである理由だ。そこから次の疑問が出てくる。道徳法則はいくつあるのか。なぜならもし尊厳が私が自分で自分に課する法によって統治されることになるのであれば、私の良心が君の良心と同じであることを保証してくれるものは何か。これについてカントの答えは、道徳法則は主観的な条件には左右されません。個人の間の違いを全て凌駕するので普遍的な法であるわけです。つまりそれは究極の法なので世界には一つの法しか存在しません。そう、その通りだ。名前はケリーです。ケリー。カントの考えでは私たちが自由に自分の良心から道徳法則を選べば、私たちは唯一の同じ道徳法則にたどり着けることになっている。はい。なぜかというと、それは私マイケル・サンデルが選んでいるのではなく、ケリーがケリー自身で選んでいるのでもないから。それは正確にはどういうことか。選択しているのは誰か。誰が主催、行為者なのか。選んでいるのは誰か。理性。
そう、理性。純粋理性です。純粋理性。純粋理性とは正確には何のことかな？純粋理性とは、さっきも出ましたが、どんな外部条件にも左右されずに、自分自身に適用されるものです。そう、その通りだ。望むことをする理性、つまり私が道徳法則を望むときに、私の意思を支配する理性は、君が君自身で道徳法則を選ぶときに働く理性と一致するのだ。はい。だから、それが自律的に行動すること、自分で選択すること。一人一人が自分自身で自律的な存在になろうとすると、その結果として全員が最終的には同じ道徳法則、つまり提言名法を望むことになるんだ。ところがだとすると大きな難問が一つ残る。マットとケリーが言ったことを全てその通りだと受け入れたとしても、提言名法はどうやったら可能になるのか、道徳性はどうやったら可能になるのか。この問いにカントは区別することで可能となると言っている。私たちは自分の経験を理解する2つの立場を区別する必要があるという。これらの2つの立場によってカントが何を意味したのか説明しよう。経験の対象としての私は感覚の世界、感性界に属している。そこでは私の行為は自然の法則や原因と結果の規則性によって決まる。しかし経験の主体としての私は知性によって理解可能な世界、英知界に住んでいる。ここでは自然の法則の支配を受けずに私には自立の能力がある。つまり私は自分で自分に与える法によって行動できるのだ。カントの考えではこの2番目の立場からのみ私は自分を自由だとみなすことができる。なぜなら原因による決定の支配を受けないということは自由であるということだからだ。もし私が功利主義者が考えるような経験主義的存在だった場合、もし私が苦痛と喜び、飢えと渇きと食欲などの自分の感覚だけに支配される存在だった場合、もしそれが人間性の全てであるとすれば、私たちに自由の能力はないとカントは論じた。なぜならこの場合、意思の実行は全て何らかの対象に向けられた欲望によって条件付けられているからだ。この場合、すべての選択は他律的な選択であり、外部の目的を追求することに支配されている。我々が自分自身を自由だと考えるとき、我々は英知界の一員として意思の自律性を認識する、とカントは述べた。これが2つの立場についての考え方だ。ではどうやったら提言名法は可能になるのか。その理由はただ自由という考えが私を英知界の一員にするからである。カントも認めているが、私たちは理性的な存在であるだけではない。私たちは英知界、つまり自由の領域だけに住んでいるわけではない。もしそうであるなら、私たちの行為すべては必ず常に意思の自律性と一致するだろう。しかし同時に2つの領域、自由の領域と必要の領域という2つの領域に住んでいるからこそ、常に両方の領域に住んでいるからこそ、私たちがすることとすべきことの間には常に潜在的な隔たりがあるのだ。何々であると何々であるべきの違いがある。この論点を別の方法で説明しよう。カントはこの説明で人倫の啓示条約の基礎付けを締めくくったが、それは道徳性は経験的なものではないということだ。
この世界で何を見ようが、科学を通して何を発見しようが、道徳的な問題を判断することはできない。道徳性は経験主義的なこの世界から一定の距離を置いて存在している。それが科学が道徳的真理を導き出すことができない理由なのだ。ではカントの道徳理論を、カントが提起した最も難しい状況で考えてみよう。人殺しが来たらどうするかだ。カントは嘘はいけないという。その理由については話し合ってきたが、嘘をつくことは定言名法とは相入れないからだ。フランスの哲学者ベンジャミン・コンスタンは人倫の刑事上学の基礎付けに対して論文を書き、嘘をつくことを完全に禁止するのは間違っている、それが正しいはずがないと述べた。もし殺人犯が君の家に隠れている友達を探して玄関に現れたらどうする？殺人犯から単刀直入に友達は家にいるのかと聞かれたらどうする？哲学者コンスタンはそんな場合であっても道徳的に正しいのは真実を告げることだというのはおかしいと述べた。コンスタンは殺人犯は真実を告げられるには値しないと主張した。それに対してカントはこう答えた。カントは嘘をつくのは間違っているという原則を譲らなかった。たとえ家にやってきた殺人犯に対しても、そしてそれが間違っている理由は、帰結を考慮に入れ始めると定言名法に例外を設けなければならなくなる。道徳の枠組み全体を諦めることになってしまうからだと述べた。そうなれば帰結主義者か規則功利主義者になってしまう。しかし君たちの多く、そしてカントの読者の多くは、この答えには納得できないのではないかと思う。この点について私はカントを弁護してみたい。そして君たちが私の弁護を聞いて納得するかどうかを見てみたい。私はカントの弁護をカント自身の道徳性の説明の精神の範囲内で行ってみたい。さて、殺人犯が君の家の玄関にやってきて、友達はいるかと聞く。君は友達をかくまっている。嘘をつかずに、かつ友達を売り渡さないで済む方法はあるだろうか。誰かいいアイデアがある人は。君、私だったら、かくまっている友達と前もって打ち合わせをしておいて、もし殺人犯が来たら、あなたがここにいるって言っちゃうけど、逃げて逃げてって言っておきます。逃げて逃げてって言っておきます。でも選択肢の一つでしょ。カントがその選択肢を選ぶかな。それはやはり嘘だ。いいえ、友達はまだ家にいます。後で出ていくけど。あ、そうか。よろしい。もう一人聞いてみよう。If you just say you don't know where he is because he might not be locked in the closet, he might have left the closet, you have no clue where he could be. だから知らないと言ってもいいわけだ。君はその瞬間クローゼットの中を覗いてはいないわけだから、それは嘘にはならない。そうです。だから厳密に言えば真実だ。はい。だが人を欺くような誤解を招く言い方だよね。でも真実です。名前はジョン。ジョンです。ジョン。結構。ジョンはいいところに気がついたかもしれない。ジョン、君は賢く言い逃れるオプションを提示してくれた。それは厳密に言えば真実だ。ここで一つ疑問が生じる。あからさまな嘘と誤解を招くような言い方で述べられた真実との間に道徳的な違いはあるのかないのかという疑問だ。カントの考え方からすると、嘘と誤解を招くような言い方で述べられた真実の間には大きな違いがある。
それはなぜか。両方とも同じ結果を生むかもしれないのになぜ違うのか。ここで思い出してほしいのは、カントは道徳性の基礎を結果には置かないということ。カントは道徳性の基礎を道徳法則の形式的な遵守に置いている。さて、日常生活の中で私たちは嘘をついてはいけないというルールに嘘も方便という例外を設けることがある。例えば人の気持ちを傷つけないためにつく嘘は嘘ではあるが、結果によって正当化されると私たちは考えるのだ。カントは嘘も方便には賛成できないが、誤解を招くような真実には賛成できるかもしれない。例えば誰かからネクタイをもらったとしよう。箱を開けてみるとひどい代物だった。さあ、なんて言う？ありがとう。ありがとう。You could say thank you. ありがとうはいい。だが相手は君がそのネクタイをどう思ったか知りたいし、聞いてくるかもしれない。君は嘘も方便だとばかり素晴らしいということもできるが、それはカントの考え方からすれば許されない。なので誤解を招くような真実で逃げてみる。箱を開けて、こんなネクタイ見たことないよ。ありがとう。気を使ってくれなくてもよかったのに。それはいい。現代の政治指導者でこのテクニックを使った人物を思いつかないか？思いつく？それは誰かな？クリントン、元アメリカ大統領がモニカ・ルインスキーとのジョージを否定するのに注意深く選んだ言葉を覚えているかな？その否定は弾劾公聴会で非常に露骨な討論や議論の対象となった。クリントン元大統領の発言を見てみよう。嘘と注意深く表現された誤解を招くような真実との区別に道徳的に重要な何かがあるのだろうか。I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false.Did he lie to the American people when he said, I never had sex with that woman? You know, he doesn't believe he did, and because of the... May I explain, Congressman? What he said was to the American people that he did not have sexual relations. And I understand you're not going to like this, Congressman, because you will see it as a hair-splitting, evasive answer. But in his own mind, his definition was not...Okay, I understand that argument. Okay. All right. So there you have 両者のやり取りを聞いたね。Now at the time, 当時、君たちはこのやり取りをクリントンを弾劾したい共和党と彼を擁護しようとする弁護士の間の杓子定規な重箱の隅をつつくようなやり取りだと思ったかもしれない。しかし今はカントの見方に照らして嘘と言い逃れ、つまり真実だけれども誤解を招く主張との間の違いに道徳的に重要なものがあると思うかな？違いがあると考える人、カントを擁護する人から聞きたい。よし、君の弁護を聞こう。嘘と誤解を招くような真実は同じだという場合、それは帰結主義に基づく議論です。どちらも同じ目的を達成するからです。でも真実を話し、それを人に信じてもらおうとするのと、嘘を話し、それを人に真実だと信じてもらおうとするのとでは道徳的には同じではないと思います。よろしい、名前は？ダイアナです。ダイアナの意見では、カントに一理あることになるね。クリントン元大統領を援護する主張だが、その点はどうかな？君、
For Kant, motivation is key. So if you give to someone because primarily you want to feel good about yourself, Kant would say that has no moral worth. Well, with this, the motivation is the same. It's to sort of mislead someone, it's to lie, it's to sort of throw them off the track, and the motivation is the same. So there should be no difference. Okay, good. So here, isn't the motive the same, Diana?相手が欺かれることを期待している。相手が欺かれることを期待してはいるが、しかし真実を話しているのは確かであり、その動機は欺くことであったとしても、真実を告げ、道徳法則に敬意を払い、提言命法の内側にいるのもまた事実だ。カントの答えはきっとこうなると思う。ダイアナ、どうかな？はい。賛成かな？はい。よろしい。カントならきっと誤解を招くような真実は、嘘や偽りとは違い、義務に対してある種の敬意を払っているというのではないかと私は思う。義務に対して敬意を払うことは、言い逃れをも正当化するものだ。ダイアナ、賛成かな？よろしい。慎重に表現を選んだ言い逃れの中には、道徳法則の尊厳に対する敬意が含まれている。クリントン元大統領はあからさまな嘘をつくこともできたが、そうしなかった。だからカントはきっとこう言うだろう。慎重に表現を選んだ言い逃れには、道徳法則の尊厳への一種の敬意がある。そしてその敬意はあからさまな嘘には存在しないものだ。ウェズリー、それも動機の一部だ。確かに私は殺人犯が欺かれてくれることを願っている。殺人犯が諦めてどこかへ行ってしまうことを望んでおり、クローゼットの中を覗いてほしくはない。私はその効果を望んでいるが、しかしそうコントロールすることはできない。私は結果をコントロールすることはできないのだ。私にできることは、どんなに自分が望む結果が出るように努めても、道徳法則に対する敬意と調和するやり方で見守ることだけなのだ。ウェズリーが完全に納得してくれたとは思えないが、少なくとも今回の議論では、カントの提言命法の概念において、何が道徳的に問題になるのかを明らかにできたと思う。今回はカントの理論についての締めくくりでした。まず第一点として、カントは感覚の世界、感性界と思考の世界、英知界と分けて考えるわけですね。そして感覚の世界はややもすれば衝動や欲求に押し流れやすいのに対して、思考の世界では自分で考え、自分で決めて、自分に課すということができます。そしてこれが自立ということにつながっていくわけですね。自立は近代の理念ですから、カントはこういう形で近代の理念を解き明かしていったわけです。第2点として、義務論の義務論たるゆえんが説明をされているわけですね。非常に印象的な例として、殺人犯が家に来たらどうするとか、あるいはクリントン大統領のモニカ・ルインスキー事件が挙げられていました。クリントン大統領が一見あのような言い方をするのは馬鹿げたことであるというふうに思うかもしれないけれども、実はその裏にですね、道徳法則への敬意というものが見ることができるというふうに、サンデル教授は若干皮肉も込めながらお話になっていたわけですね。我々は普段ややもすれば道徳法則ということの意味を見失いがちですけれども、ああいう例を見るとやっぱりそれ大事なんだなということがわかるではないかというふうに思うんです。
で今回の2つの例で、まあ、カントの、まあ、道徳理論というものが解き明かされましたが、今後はこれが政治哲学にどう生きるかという話につながっていくことになります。それが次回のジョン・ロールズの話につながっていくわけですね。前回の講義ではカントの定言名法について話し、カントが嘘に対してどんな風に定言名法の考え方を適用するのかを考えた。カントの道徳理論を適用した例をもう一つ見ていきたい。それはカントの政治理論だ。カントは正義にかなう法はある種の社会契約から法はただ発生するのだという。しかしこの契約は特殊な性質の契約だ。この契約を特殊なものにしているのは、人々が共に集まって憲法をどのようなものにしようか考えて生じる現実の契約ではない。カントの指摘によれば、正義を生み出す契約はカントが理性の理念と呼ぶものなのだ。それは憲法を制定する会議に集まった現実の人々の間の現実の契約ではない。なぜそうではないのか。カントはこう論ずる。本物の憲法制定会議に集まった現実の人々は異なる利益、価値観、目的を持っているだろうし、交渉する能力や知識にも個人差があるはずだ。ということは、彼らの討議の結果できた法は必ずしも正義にかなわず、必ずしも権利の原則に従うものではなく、ただ単に交渉能力や特殊な利害関係、ある人は他の人よりも法律や政治についてよく知っているかもしれないという事実、それを反映したものになってしまうだろう。そのためカントはこう述べている。権利の原則を生み出す契約は単なる理性の理念である。しかしそれは疑いのない実践的な現実を持っている。それは全ての立法者に法を起草する際、その法が国全体の統一意思によって生み出されたかのように起草するよう義務付けることができる。だからカントは契約論者だ。しかしカントは法の起源や法の正しさを現実の社会契約に求めることはない。このことは当然ながら一つの疑問を提起する。仮説的契約、つまり実際に結ばれていない契約の道徳的な効力とは何だろうか。これが今回私たちが取り上げるテーマだ。しかしそれを調べるためには、まず現代の哲学者ジョン・ロールズに向かう必要がある。ジョン・ロールズは彼の著書「正義論」で正義の根拠としての仮説的合意の重要性について非常に詳細に解き明かしている。ロールズの正義論は大体のところで2つの重要な点でカントの理論に沿っている。カントと同じくロールズも合理主義を批判した。人間は正義に根ざす不可侵性を持ち、社会全体の福祉でさえこれを犯すことはできない。正義により守られたその権利は政治的な交渉や社会の利益の計算に左右されることはない。ロールズの理論がカントに従っている二つ目の点は、正義の原理は現実の契約ではなく仮説的な社会契約から導かれ得るという考え方である。ロールズはこれを彼が考案した無知のベールという考え方を使って非常に詳しく説明している。私たちが尊重しなければならない基本的な権利、権利と義務の基本的な枠組みに到達する方法は次のように想像してみることだ。それは私たちが
これから団体生活を始めるにあたって団体生活の原則を決めようとしているのだが、そこに集まっている人々がそれぞれどんな立場にあるどんな人間かを私たちは互いに全く知らないという状況だ。これが無知のベールという考え方だ。さて、私たちが今ここにいるようにみんなで集まって集合的生活を収める正義の原理を考え出そうとしたらどんなことが起こるだろうか。それぞれ人々の異なる利益を反映して意見や提案の不協和音が起こるだろう。強い人もいれば弱い人もいるし、金がある人もない人もいる。だがそうではなく、平等な原初状態で集まっているところを想像してみようとロールズは説く。その平等を保証するのが無知のベールだ。私たち全員が無知のベールの後ろにいると想像してみてほしい。そのベールは私たちが誰であるかを隠してしまう。人種、階級、社会における地位、強み、弱み、健康であるかそうでないかなどを一時的に取り除くか隠してしまう。その場合にのみ私たちが合意する原理が正義の原理となるだろうとロールズは説く。仮説的契約はこのようにして機能するのだ。この種の仮説的合意の道徳的な効力とは何か。現実の合意や現実の社会契約よりも強いのか、それとも弱いのか。その問いに答えるには現実の契約の道徳的な効力をしっかりと確かめなければならない。問うべきことは実際には2つある。その1つは、現実の契約はいかにして私を拘束するか、義務を負わせるか。これが1つ目の疑問。2つ目の疑問は、現実の実生活の契約はいかにして契約の生み出す条件を正当化するのか。2つ目の疑問についてはロールズとカントは一致している。現実の契約はいかにして契約の条件を正当化するのかという問いに対しては、両者ともに正当化しないと答える。少なくとも現実の契約それ自体では正当化しない。現実の契約はそれだけで十分な道徳的な手段ではない。いかなる現実の契約または合意においては、合意している内容が公正かどうかいつでも問うことができる。合意したという事実はその合意の公正さを保証するものではない。それは私たちの憲法評議会を考えてみればわかる。評議会は奴隷制の存続を認める憲法を制定した。それは合意された現実の契約だった。だがそのことは合意された法の全てが正義にかなうことを証明はしない。となると現実の契約の道徳的な効力とは何だろう。契約は私たちを拘束する範囲において2つの方法で義務を負わせる。分かりやすいように例を挙げてみよう。私たちは契約を結ぶ。営利目的の契約だ。もし君が私にロブスターを100匹取ってくれば、私は君に100ドル払うという契約を結ぶ。君はロブスターを捕まえて持ってくる。私はロブスターを食べ、友達にもご馳走するが、支払わない。君は、あなたには支払う義務がある。というが、私はなぜだという。君は言う、私たちは取引をした。あなたは利益を得た。ロブスターを全部食べたじゃないか。これはとても強力な主張だ。私が君の労働から利益を得たという事実に基づいた主張ではあるが、このように
契約が相互の利益の手段である場合には、契約は私たちを拘束する場合がある。私はロブスターを食べた。だからロブスターを取ってきた君に100ドルの借りがあるわけだ。しかしここで2番目の例を見てみよう。さっきと同じくロブスター100匹と100ドルの契約だが、契約をして2分後、君が漁に出かける前に私は君に電話をかけ直し気が変わったと告げる。となると私は何の利益も得ず、君も何の仕事もしていない。つまり相互の交換という要素は何もないわけだ。この場合はどうだ。合意したというだけで私は100ドル支払う義務があるだろうか。私にはまだ支払う義務があると思う人は、なぜかな。よし君、なぜ支払う義務がある。2分後に電話したから君はまだ何もしてないのに。契約を作成するのに僕は時間と労力を費やしたし、それに僕には仕事をするという情緒的な期待もあるからです。契約作成に時間がかかった。いや、私たちは電話でやり取りしただけだ。でもそれだと正式な契約にはなりません。じゃあファックスだ。1分で済んだ。何らかの労力が費やされた限り、契約は有効で効力が生じると思います。でもなぜそれが私に道徳的な義務を負わせることができるのか。同意したことは認めるが、君は何の仕事もしていないし、私は何の利益も得ていない。ロブスターを捕まえる作業を心の中でやり終えたかもしれないからです。ロブスターを捕まえる作業を心の中でやり終えた。でもそのことにそれほど価値はないだろう。ロブスターを取りに行く想像をしたことに100ドルの価値があるのか。100ドルではなくてもある程度の価値を見出す人がいるかもしれません。よろしい、1ドルならあげてもいい。しかし面白いことに、君はまだ契約の相互関係的な側面を指摘している。君は私のためになることをする、あるいはすると想像している。例えば2人が結婚することに同意したとします。その2分後に一方が気が変わったと言います。でもこの契約は双方に義務を負わせるのでは。どちらもまだ何も支払っていないし、仕事もしていないし、利益も得ていませんが。私は義務はないと言いたいね。いいでしょう。よろしい。名前はジュリアン。ありがとう、ジュリアン。誰か他に、ジュリアンと同じに、私にはまだ金を支払う義務があると考える人はいるかな。ただし他の理由で、君、立て。契約を取り消すと、契約という制度を軽んじることになる気がします。よろしい、だがなぜだ。これはカント的だと思うんですが、相手が私が契約を履行することを期待していて、契約を結ぶことには内在的な価値があると思います。よろしい。自分で義務を引き受けておきながら取り消せば、契約の本来の趣旨を軽んじることになるだろう。そういうことだね。そうです。名前はアダム。アダムの意見は、互いの利益や相互交換ではなく、合意という事実のみに焦点を当てた意見だ。つまり現実の契約が義務を発生させるには、実際に2つの異なる道があることがわかる。1つ目の方法は、自発的な行為としての同意と関係がある。アダムはこれをカント的な考えだと言ったのか。アダムは正しい。なぜならそれは自立という理想を示しているから。私が契約をするとき、その義務は私が私に課したものである。そのことは他の考慮事項とは関係なく、ある種の道徳的な重みを持っているのだ。そして契約の議論に道徳的な効力を発生させる2つ目の方法は、現実の契約は相互的な便益の手段であるということと関係がある。これは相互性という理想を示している。つまり私はあなたに対して義務を負う。
なぜかというと、あなたが私のために何かをしてくれるからだ。私たちは今、道徳的な効力と現実の契約の道徳的な限界を考えているわけだが、ここで現実の契約の道徳的限界についての議論を進めてみたい。人と人とが集まって、君がそれをするなら私はこれをしようと取り決めるとき、どんな道徳的な要素が生じるか、もうみんなにも分かっていることと思う。まず、2人が何かを交換することに同意したからといって、2人が合意した条件が公正であることにはならないということについて論じたい。私の2人の息子たちが小さかった頃、2人はベースボールカードを集めては取り替えっこをしていた。上の子と下の子の年齢差は2歳あったから、カードを交換する際には私がいいと言わなければ取引は完了しないというルールを作っていた。理由は言うまでもない。上の子はカードの価値について下の子よりよく知っていたから、下の子の無知につけ込むだろう。だから2人の合意が公正であることを確かめるために私が取引を確認していたわけだ。まあ、父親の干渉主義だね。確かにその通りだ。そのためにこそ父親の干渉主義があるんだから。このことは何を示しているか。それは合意したからといって合意条件が公正だということにはならないということだ。何年か前に読んだシカゴの新聞記事を紹介しよう。ローズという夫と死に別れた84歳の女性がトイレの水漏れで困っていた。ローズはトイレの修理を頼んだのだが、悪徳業者と契約を結んでしまった。そして修理代は5万ドルという契約にサインをしてしまった。ローズが同意したのは事実。彼女は正常な精神状態にあったが、恐ろしく世間知らずで配管工事の値段の相場を知らなかったのだ。幸運なことにこの契約は発覚した。銀行に行き2万5千ドルを引き出そうとすると、窓口の係がこんな大金を何に使うのか尋ねたのだ。ローズはトイレが水漏れするのよと答えた。そこで係が当局に通報し、この悪徳業者は逮捕された。さて、この教室にいる最も熱心な契約論者でさえ、ローズが同意したという事実は、同意の条件が公正であるという十分な条件にはならないということに賛成してくれると思う。何か異議がある人は？誰もいないね。私が見逃してるのかな。アレックス、どこだい？出ておいて。では、異論はないね。私の最初の主張、同意の事実は義務があることの十分条件ではないには、みんなも賛成だね。では現実の契約の道徳的な限界についてさらに一歩進んだ、より論議を引き起こす主張をしてみたいと思う。契約ないしは同意したという事実は義務があることの十分条件でないだけでなく、必要条件でさえない。ここでの考え方は、相互性があれば、つまり現役の交換があれば、同意がなくても義務が発生しうるというものだ。これについていい例が一つある。18世紀のスコットランドの道徳哲学者デイビッド・ヒュームだ。ヒュームは若かった頃、ロックの原始社会契約の考えに反論する本を書いた。契約論的な考え方にあざけりの言葉を浴びせ、
社会契約などという考えは哲学的なフィクションであり、どう考えても理解できない神秘的な考え方だと述べた。ところが62歳になった時、ヒュームは義務が生じる根拠としての同意を認めない自分の考えが実際に試される経験をした。ヒュームはエジンバラの家を持っていた。彼はそれを友人に貸し、友人はそれをさらに知人にまた貸ししていた。その知人は家にはペンキの塗り直しが必要だと判断し、塗装業者を雇った。業者は仕事を終え、請求書をヒュームに送った。ヒュームは自分は同意していないこと、業者を雇ったのは自分でないことを理由に支払いを拒否、裁判となった。その業者は、ヒュームは同意していないが家は塗装が必要で私はとてもいい仕事をしたと述べた。ヒュームは納得しなかった。この業者の唯一の論拠は、その仕事はなされる必要があったということで、だとすれば業者はエジンバラ中の家に行って家主の同意がなくても業者が考えるところのなされる必要がある仕事をしてしまい、後からその仕事は必要であり、そのために家は良くなったという理屈を持ち出せばいいことになってしまうと考えたからだ。だからヒュームは同意していないのに利益に報いる義務が生じるという議論は気に入らなかった。しかし裁判には負け、ヒュームは支払いを余儀なくされた。もう一つ例を挙げよう。義務の同意に基づいた面と便益に基づいた面との違いについて考え、その二つの面が一体となる時もあるのを考えていこう。これは私の個人的な経験だが、何年か前、友人たちと一緒に全国横断ドライブ旅行に出かけた。気がつくとインディアナ州ハモンドあたりのどこだかわからないところに来ていた。私たちは休憩所で泊まり、車を降りた。しばらくして戻ると車は動かなくなっていた。私たちの中に車に詳しい人間は一人もおらず、どうすればいいのか途方に暮れていると、駐車場にトラックが入ってきて私たちの隣に泊まった。そのトラックにはサムの移動修理トラックと書かれており、トラックから男が降りてきた。推測するにサムだ。彼は私たちのところにやってきてこう言った。お手伝いしましょうか。私は1時間50ドルで修理を請け負います。もし5分で修理が終わっても50ドルいただきます。1時間で修理が終わらなくても50ドルいただきます。そこで私は車を直せる確率はどれぐらいかを尋ねた。彼は答えずにハンドルの下側を覗き込み、あちこちいじり始めた。しばらくして彼は下から這い出し、点火装置には問題ないですが、あと45分ありますからボンネットの中も見ましょうかと言った。私は言った。ちょっと待て、まだ君を雇ったわけじゃない。まだ何も合意していないじゃないか。すると彼はとても怒り、私がハンドルの下を見ているときに車を直したとしても支払わないつもりだったのかと言った。そこで私はそれはまた別の問題だと言った。しかし私は同意による義務と利益による義務の違いにまでは踏み込まなかった。彼は自分がハンドルの下を覗いている間に車を直したら50ドルもらうのが当然だと考えていたんだ。私も確かにそれはそうだと思う。だから彼はそこから私たちは暗黙のうちに合意したと推論した。論理展開上の過ちがある推論だが、それが彼の怒りの背景にあると私は思う。しかし私に言わせれば、その推論は間違いだ。契約の論拠の2つの面の違いを分かっていない間違いだと思う。もし彼が私の車を直していたら、私は彼に50ドルを支払う義務があった。だがそれは暗黙の契約を結んだからではない。実際は契約を結んでいないのだ。そうではなく、彼は車を直したことで私に利益を与えたわけだから、相互性と公正さを考えれば
私は彼に支払いの義務を負うのだ。これが契約の道徳的効力の2つの面、同意に基づいた義務と利益に基づいた義務の違いだ。私のしたことは正しかったと思う人は何人ぐらいいるかな？これは心強いね。では私が間違っていたと思う人はいるかな？いたよ。それはなぜかな？Isn't the problem with this is that benefit is inherently subjectively defined? I mean, what if you wanted your car broken and he had fixed it? 彼が直してしまったとしたら、いや壊れろとは思っていなかった。この場合はね、誰が壊れろなんて思うんだ。そういう人もいるかもしれない。What if, もしヒュームが業者に家を青く塗られてしまい、青が嫌いだったらどうでしょう。自分の望む便益が何かを相手が行動を起こす前に決めなければダメですよね。君はそこからどんな結論を導き出そうとしているのかな。同意は義務があることの必要条件だと結論付けようとしているのかな。そうです。そうか。名前はネイトです。ネイトの意見はこういうことだ。個人個人で異なる主観を評価しないならば、便益の交換が等価ないし公正なものだったかどうか、どうやって私たちに分かるのだろうかということだ。なかなかいいところをついてる。契約の道徳性についての2つの面の関係を試すために、もう一つ別の例を出そう。結婚して20年間、私には妻以外の女性はいなかったとしよう。ところが20年経ってから毎年恒例の全国旅行の際、妻が他の男と会っていたことが判明した。インディアナ州の移動修理トラックの男だ。もちろんこれはフィクションだ。私の道徳的な怒りには2つの論拠がある。一つ目は、私と妻は互いに定説であることという契約をしていたのに、妻がその契約を破ったことだ。これは同意に関わる。しかし二つ目は、契約とは全く関係ない怒りだ。私はミサオを守ってきたのに、これではあんまりだ。これが定説であったことへの見返りなのか、といったような怒りには相互性の要素があるように思う。どちらの理由もそれぞれ独立した道徳的な効力を持っている。それは一般的な点だ。それはこの例のバリエーションを想像してみればわかる。例えば私たちは20年結婚していなかったとしよう。私たちは結婚したばかりで、妻の裏切りはインディアナ州ハモンドへの新婚旅行の最中に起こった。契約が結ばれた後だが、私の側にはまだ何の遂行の歴史もない。契約の遂行という意味で、それでもまだ私は約束しただろうと言えるだろうか。ジュリアンが一緒にいてくれたら、君は約束したと言うだろうね。この例はたとえ何の便宜もまだ得ていなくても、それは関係ない。この考え方はわかるだろう。中心となる考え方はこうだ。現実の契約が道徳的な効力を持つのは、自立と相互性という2つの区別される理想のおかげである。しかし実際の日常生活における契約では、契約に道徳的な効力を与えるこの2つの理想が欠けていたり、実現しなかったりすることがある。自立の理想は参加者の交渉能力に差がある場合は実現しないかもしれない。相互性の理想も参加者の知識に差がある場合は実現しないかもしれない。参加者が何と何が同等の価値を持っているのかを誤って認識してしまうかもしれないからである。それでは
考えてみよう。自立と相互性の理想が偶発に左右されず、実現されることが保証されている契約とは、どのような契約でなければならないだろうか。参加者たちの力と知識が平等である場合、また参加者たちが異なった状況に置かれずに全員同一の状況の場合、その時の参加者たちの間の契約を考えてみよう。これがロールズの主張すること。つまり正義について考える方法は、無知のベールの背後の仮説的契約という考え方にあるという思想だ。無知のベールは平等な状態を作り出す。一時的に参加者の間の力や知識の差をなかったことにしたり忘れたりすることにより、不公正な結果が導き出されることを原理的に阻止するのだ。これがカントとロールズが平等な人々の間の仮説的な契約だけが正義の原理について考える唯一の方法だと主張する理由だ。ではその原理とはどのようなものになるだろうか。それについてはまた次回。今回はジョン・ロールズの正義論、政治哲学の説明でした。まずなぜジョン・ロールズの議論が大事かということについてお話ししたいと思います。ロールズはサンデルと同じようにハーバードの教授であったわけですけれども、彼こそが今日の世界に政治哲学を復権させた最も大事な学者だからなのです。実はそれまで政治学において実証主義、経験主義の流れが強力になってきていて、政治哲学は死にかけたも同然でした。しかしロールズが契約論の構成を使いながらジャスティスの議論、正義論を提起したことによって、政治学において政治哲学が勢いよく復活したのです。ロールズはこれによって今日のリベラリズムの代表者、その創設者という形になっています。で、彼の議論は無知のベールという概念を使いながら仮説的な契約の論理を使って契約論を復権させるものでした。ですから契約とはいかなるものかという説明がとても大事なのですね。サンデル教授は今回、自立すなわち同意の構成と、もう一つは互修性すなわち利益の構成という2つの側面を挙げながら契約の説明をしていました。そしてこれに対して様々な印象的な例、しばしば実生活にもありがちな例を用いながら契約の意味を解き明かしていました。なぜこれが大事かというと、この契約論によってこそ政治哲学が今日の世界に復権したからなのです。いかがでしたか？いよいよ現代の政治哲学者ジョン・ロールズからリベラリズムへと通じる道に踏み込んできました。さて次回の白熱教室では、ロールズが言うように、僕たちがハーバード大学に入れたのは自分が頑張ったからではなく、たまたまいい条件のもとに生まれたからなのか、才能の分配に正義はあるのか議論します。